はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、じゃじゃん、私の愛車ホンダ NSX くんが無事に帰ってきてからの今回は初のドライブという形にはなるんですけど、実はですね、前回の動画を見ていただいた方はご存知だと思うんですけど、 NSX くんのフロントのプロテクションフィルムなんですが、右側部分については実はとある事情があってプロテクションフィルム貼れてない状態なんですね。まあこれもですね、過去に私がつけてしまった傷がボディの塗装部分までしっかりいってしまったということで、塗装修理を出していたんですね。そのおかげでボディの塗装がしっかり定着するまでは次にプロテクションフィルムを貼ることができないということで、一旦は右側部分についてはプロテクションフィルムがない状態で走行しております。でこれも塗装が安定するまで 1,2 ヶ月ぐらいはかかるということだったので、それまではちょっと NSX 君であまり飛び石なんかが来るような走行はしたくないというか、できれば高速道路もあまり乗りたくないなという気持ちになってしまいましたので、今回は NSX 君が帰ってきてから初のドライブとはなるんですけど、あまり遠出をせず近場で楽しみたいなということで、今回はこれから羽田空港行ってきたいと思います。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。私羽田空港をろくに使ったことがないというか、あまり飛行機に乗る移動をしたことがないので、空港自体が初心者なんですけど、まず羽田空港に無事にたどり着けるかどうかが怪しい。これまっすぐ行ってたどり着けるかな。でも左右どちらも曲がったら首都高になっちゃうから、まっすぐ行くしかないよね。うん、多分合ってると思う。多分、お、羽田空港だ。おー、空港のターミナルに無事着けそうなんですけど、第一ターミナルの方に行きたいんだよな。あっつー、今日の外気温34度って書いてあるんだよな。真夏じゃん。4000、夏が胸を刺激する、生足魅惑の雨移動。あー、飛行機が飛んでる、飛行機が飛んでる、飛行機が飛んでる。どこへ旅立っていくのでしょうか。私を南国に連れてってほしい。あー、海行きたい。海でプカプカ流されたい。とりあえず羽田空港到着したんですけど、駐車場が空いてなかったんですよね。すごい満車だ。第一ターミナルのパーキングが空いてなかったんで、第二ターミナルのパーキングに行こうと思うんですけど、空いてるかな。第二ターミナルまっすぐ。おー、迷子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 の迷子の子猫さん、あなたのお家はどこですか。あ、この辺かな、この辺な気がする。駐車場入り口ってもっと分かりやすく書いてくれないかな。駐車場入り口ですか、どうですか、教えてください。どっちですか。一般車はここ入り口です。あ、よかった、到着しました。いらっしゃいませ。ボタンを押して発見機が高いんだよな。発見機の位置がね、高いんですよ。もう発見機が高いというより NSX が低いのが正しいんですけどね。よし、それじゃあ行きますか。このミラーを手動で格納するのも久しぶりだな。 NSX のここだけちょっと行っただけのポイントなんですけど、手のかかる子ほど可愛いとは言いますからね。それじゃあ行ってきます。ということで、それでは第二旅客ターミナル4階へ行ってみたいと思います。4階到着です。4階です。なんだこりゃ、すごい建築物ですね。こんなんなってんだ。待って、あれ銭湯とかでよく見るマッサージチェアじゃないか。こんなところにそんなの置いてあんの、ウケる。すごい、ここフライトデック、きたー。え、ここから覗けるんだ。めっちゃ飛行機いる。わお、いいな、旅行行きたくなってきちゃった。こうやって飛行
行機見てるとめっちゃ空飛びたくなる。空飛ぶ言うても自分が飛ぶんじゃなくて飛行機が飛ぶんですけどね。わ、すごい外に出れるところがある。あ、だって飛行機動いてるじゃん。おお、動いてる動いてる。わあ、帰ってきたやつかなこれ。お帰りなさい。あの飛行機こっから出発するのかな。お、飛び立つやつもいる。おお、すげえ。おお、バイバーイ。なんか飛行機が大きすぎて下にいるトラックがめっちゃちっちゃく見えるんだよな。NSX がこの前にいたりしたらもうひとたまりもないんだろうな。飛行機にぐしゃっと潰されてしまうんだろうな。それにしても今まで空港に遊びに来るっていう発想はなかったんだけど、これはこれで悪くないかもな。なんか飛行機見てるだけだけど普通に楽しい。なんかこうやってずっと飛行機見てたら旅行したくなったのもそうだけど、お腹空いてきたな。ご飯でも食べに行くか。お腹空いたからちょっとご飯屋さん探しに来たんですけど、結構お店も多いんだよね。悩ましい。あ、待って、カレーうどんのお店がある。おしゃれすぎてカレーうどん感ないけど、食べログ100名店には選ばれました。いいじゃん、ここにしよう。すごいおしゃれな空間だな。じゃん、来ました、カレーうどん。すごいクリーミーなカレーうどんなんだね。で、ご飯とピクルスとあと出汁がついてる感じ。お店の照明で私の顔がすごい温まってる。いただきます。スープから。すごいトロトロだ。うん、あ、めっちゃ濃厚。なんだこれ、スパイスがなんかめっちゃ独特な味がする。いただきます。あ、麺がうどんっていうよりすごいラーメンみたいな麺。細いね。スープがクリーミーすぎて熱い。でもすごい、めっちゃ麺にスープが絡まって美味しい。麺を食べきったので次はお米のトーン。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。お腹を満たされたし、ちょっとお買い物をして帰ろうかね。すごい高級そうなお菓子たちがいっぱいいる。羽田空港とか全く関係ないけど、鳩サブレがどうしても目に入って可愛かったので買っちゃいました。自分へのお土産です。すごい、空港の中に洗車とコーティングのサービスとかあるんだ。なるほどね。確かに空港から数日お出かけしてる間に洗車とコーティングしてくれたら、これはありがたいかもしれない。あまねこ洗車屋さん初めて見る。はい、ということで羽田空港を楽しんできました。なんかそこにパトカーがいる。パトカーとツーショット。最近パトカーが多いのもそうなんですけど、 NSX が帰ってきたばっかなのでご安全に運転して帰ろうと思います。さあ、 NSX 君、お待たせしました。お家に帰りましょう。あ、そうだった、ミラーを出さないといけないんだった。毎回忘れそうになっちゃう。さすがに電動にしてくれないかな。これを電動に付け替える方法ないかな。はい、じゃあ帰ります。料金は750円です。ありがとうございました。またお越しください。よし、なんとか生産できました。さあ、ここから帰りますか。はい、ということでですね、今回は無事に帰ってきてくれた NSX 君での初ドライブということで羽田空港まで走ってきました。羽田空港の中で結構楽しんでしまったところもあったんですけど、NSX 君は無事に元気な状態ですし、今日が天気良かったのもあって本当最高のドライブ日和ということで、楽しめて良かったなって感じですかね。はい、ということで、それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、
高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあね、バイバイ。見えないのかな。飛行機は飛行機で楽しいし、車は車で楽しいし、乗り物っていいもんだよね。私も今度は空港に遊びに来るのではなく、ちゃんと飛行機乗って旅しに行きたいですね。どこに行こうかな。おすすめの旅行先をコメント欄で募集します。では。